はい、どうも皆様こんにちは。岩本ファーム TV です。北海道北斗市よりお送りいたします。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日は4月の1日でございます。いよいよ始まりました4月ですね。春でございます。で、当農園はですね、4月の1日にですね、トマトの種まき、こちらからですね始まっていきます。いよいよね、今年もね来ましたっていうね感じがしますね。うん、今年1年の始まりっていうね感じがします。まあ、ネギはずっとやってるんですけども、やっぱりね、私どっちかというとトマトなんですよね。で、うちのチャンネルにおいてはどっちかというとネギの方が見られてる感じなんですよね。基本的にトマトの方が私専門なんで、トマトの方がね伸びてほしいんですけども。で、これからね1年間トマトについてやっていきます。まあ、本州の方に比べますとやっぱり1ヶ月ぐらいちょっと遅い感じです。もう今種まきなんでね、向こうの本州の方ではね、もうね過食定食ということでどんどんね進んで6月から取れるくらい、になってくるのかなと思います。私に関しましては7月のね20日前後くらいから収穫になるんですけども、なんで大体やっぱり1ヶ月くらい、ちょっと違ってくるというような感じですかね。まあ、なんでね、ちょっと早めにいろいろこう皆様方にはね、有益な、情報といいますか、そういったものはね、お伝えしていければなと思っております。まあ、言ってもね、基本的には私の知識の再確認、それから知識の整理、それから引き出しですね、これの整理ということになります。そして、知識の定着ということで、基本的には私の動画はそういう形になっております。よろしければね、参考になさってみてください。それではね、やってってみましょう。本日もどうぞよろしくお願いいたします。それではね、一発目種まきからやっていきます。で、使う品種からね、まずご案内いたします。去年までは動画でもねお伝えしてきたんですけども、霊月ってやつを最初にやって、その後霊花っていうね品種をやっております。基本的にはねこの2種類になっておりました。で、今年は霊月をやめて霊花1本、これだけでやっていきます。というのもですね、やっぱ霊月は玉はいっぱいつくんですけども、肥大しにくいです。同じように水やってても、水やりすぎてもダメですし、水をちょっと制限しつつやるっていうのも、ね、なかなか厳しいということです。霊花みたいに育てられないってことなんですよね、私の圃場では。で、やっぱりね、同じように育ててもでかくなりづらいので、ちょっとねやっぱりね収量に影響してくる形でございます。収量に影響してくるイコール直結するのが私の経済状況にね直結してきますんで、まあ、それだったらね育てやすい霊花で、これは肥大もしますし大きくもなります。で、比較的やっぱりね、まあ、病気っていうかそういったものにもね強いかなっていう形ではあります。そして、何よりねやっぱりね割れないっていうことがね一番大事です。割れるともうねその時点で収品っていうのはね、下がってきます。収品率っていうのが下がってくるんですけども、やっぱりね第一に割れないっていうのがねすごくね大事な要素でございます。最後までねしっかりとトマトのねその形でやってこれるというのがすごく大事でございますね。で、その点やっぱりねこの霊花っていうのは非常にこう硬質っていうか皮が硬く割れづらい、そういった品種でございます。で、スーパーに並んでいる品種とかでも霊花は多いです。なので、まあ、棚持ちもしますし、ずっとね美味しいままで最後まで食卓でね皆様方の食卓の方にね提供されるような、そんな品種でございます。まあ、昔ながらのねトマト味ですよね、そういったものになってきますので、非常にこう人気のある品種でございますね。これが霊花でございます。お伝えしますね、これが霊花ですね、これね。はい、これで今日はやっていきます。まあ、巻き方はですね、基本的に土使って、土をポットに入れて、で、これですね、まあ、ネギでも使ったんですけども、ここに種入れてガシャンってやれば落ちるような、そんな形でございます。まあ、注意点としましてはですね、いかにこう揃えて出すか、芽を出させるかというのがね非常にこう、まあ、鍵になってくるところかなとは思いますね。まあ、芽を出さすにはどうしたらいいかってことなんですね。やっぱ発芽気温ですね、気温が一番大事でございまして、25度から28度ですね、これが一番ちょうどいい気温というふうに言われております。なのでそこだけね気をつけなきゃいけないです。これをしっかりと確保した上で、発芽させます。で、使う種が私は木種じゃなくて、木種っていうのはそのままで、そのままの種でございます。トマトの種ね。で、私はこれコーティング種子を使っておりますんで、このコーティングがね、ちゃんとね、割れなきゃいけないので、まずそれをね、前提的にやっていく形ですね。なので、土詰めて、破種します。そして水かけておいて、で、暗所ですね、暗所。ちょっとね、暗い場所の方が芽は出ます。おおよそ芽がね、出る形になりますんで、そこからね、今度、換気しながら、しっかりと温度を確保してやっていく。というのがね、種にとっては大事かなと思います。まあ、皆様方ね種からやられる方はそんなにいないと思いますんで、この動画、まあ、どうかなって思うかと思いますけども、まあ、トマトはどうやって作られてるんだろうっていうのをね、まあ、確認していただく意味でも、まあ、こういう一つね見せできればなと思っておりますんで、まあ、そんな面白い動画じゃないかもしれませんけども、種から作るトマトっていうのはねこういう風にやってますよっていうのはね皆様方にお見せしようかなと思っております。
なので発芽させることが一番大事ですね。まあ発芽するんですけども、発芽を揃えたりだとか不揃いになるとまたこれ成長に来たしますし、そこでのね気温とか条件によってやっぱりその後のトマトっていうのがね決まってきます。なのでまあ苗作るまで、苗反作って言いますけども、苗作るまでにおおよそ3段目くらい、まではもうねトマトっていうのはね決まってしまうというふうに言われております。なので気温の方確保して温度の方確保しながら育てていく必要があるということになりますね。で今年はこれ冷夏作っていきます。それではね、順を追ってやっていってみましょう。こちら今水やってきました。水やる量としましては、しっかりとねこの梅土が下までね濡れる程度をやっていくというような形ですね。でこれをこんな形で穴を開けていくと、はい、こんな形で、穴を入れますということで、これでこれに入れていきますね。ちょっとやっていってみましょう。はい、それではねこちらにやっていきました。でほぼほぼねネギとやることは一緒です。もうこれにトレーに入れてこれをパシッとやるだけなんで、ちょっとやってみます。これはですね一箱に1000粒入ってます。なんで今日はね4000粒やります。はい、このような形でやりました。まあネギの比べてね量は少ないんですぐ終わりますね、この程度ですとね。で、このようにまた入れてここにですねガシャンと入れていくというような形ですね。まあネギより簡単です。はい、入れましたという形ですね。ちょっと見ますこんな形で、入っておりますね。綺麗に入っております。私はシルバーポリトって使って日陰を作ります。日陰を作っておおよそ半日くらい、置いておくとこのコーティングが割れてまあ揃いやすくなってくるというような形ですね。まあそれでやっていきます。ではね続きやっていきます。まあやっぱりねこの次がと発種して芽出させる、で芽出させてからの管理とかもねすげえ大事なんですけど、まあ、皆様方苗買ってやられるんでね、まあ、先ほども言いましたけどあまり参考にならないかもしれません。またね苗買う時の注意点というか良い苗の見分け方ちょっと今度お教えしますね。私ずっと苗まで作ってるんで、苗作ってねやってるんでね、そんなに変な苗も作ってませんので、いい苗の見分け方っていうかね、そういったものもねご案内していこうかなと思っておりますんで、お楽しみいただければ幸いかなと思います。では時間飛ばします。終わったとこまで行ってみます。よろしくどうぞ。はい、ということでねこちら今積み上げましたね。積み上げてねあれから今ね時間が大体なんですけども3時半くらい、まあ5時間くらい経ったんで、ちょっと開けてみてねどれくらい被覆が取れてるか被覆が割れてるかちょっと見ていきたいなと思います。はい、はい、ちょっとずつ見てってみましょうかね。このあたりかな、ちょっとずつね殻がこうやってねコーティングの種子が向けてきてます。まあでも全部が全部そうなってるわけじゃないので、まあしょうがないですね。まあ夕方になるともうこれ以上は寒くなりますんで、被覆を覆土をして、そしてね並べていきたいなと思っております。今からね、そして、トンネルかけて、保温の方をしていくというような形です。ではやっていってみます。はい、ではね今からねこちら覆土をしていきます。まあそのままですね、これ同じものをこうかぶせて鳴らしていくというような形ですね。こうやって袋かぶせる。でこれの場合ですね、厚すぎてもダメですし薄すぎてもダメということで、しっかりとつらい位置でやることが大事かなと思っております。厚すぎるとやはりね、芽が出づらく揃わなくなってきますし、薄すぎると今度土が薄くてダメということになりますんで、まあ、しっかりとねこのつらい位置ですねで管理していくというような形ですね。ではこのような形で置いていきます。
はい、ということでね、今こちら並べて不織布ベタ掛けですね。で、水の方をまんべんなくかけました。まあ、不織布はなぜかけるかと言いますと、温度の保護ですね。保温と、それから、まあ、水ですね。水やった時に土がこう跳ねて散らかんないようにって言いますか、均一に水がちゃんとこう渡るような形で、つけるためという効果もありますね。なので、こちらですね、しっかりと保温の方をしてやっていきたいなと思っております。で、この後ですね、トンネルかぶせて、ビニールかぶせて、ほかほかマットかぶせて、終わりになります。ではやってってみます。はい、ということでこちらですね、できました。ちょっと見ててみましょうかね。全体像です。こんな感じです。不織布かぶして、その上にね、トンネルかけて、で、その上にまたさらに、こうやってね、今これはほかほかマットっていうんですかね、ほかほかシートっていうんですかね、保温するためのシート、これがかぶさっております。まあ、こんな形でね、やってきました。で、明日からの管理はですね、発芽まではちょっとね、暗めっていうか、先ほどかけてたあの、シルバーポリトーって言って、シルバーでちょっとね、日陰作ってあげる。日陰作った方が発芽はしやすいので、そうやってやってます。で、揃うまでね、ちょっとそんな形、まあ、3、4日ぐらいかかるのかな、薄ぐらい方がね、よく発芽しますし、明るすぎるとね、ちょっと遅くなりにくい、遅くなりやすいので、そんな形でやってます。今一度ね、整理していきたいなと思っております。まあ、適温がですね、やはり発芽適温というのが25度から28度、こちらをですね、しっかりと保ってやっていくということになります。それからですね、発種しましたね、セルトレイのですね、土の入れ方なんですけども、こちらですね、強く鳴らしすぎますと種が動くので、そこだけ注意しなきゃいけません。軽くやる程度で覆土して鳴らすという形ですね。で、灌水していく形になります。いや、あんま強くね、やりすぎないということが大事です。まあ、私が朝種まいて、で半日間置いといたと。で、薄暗い方がよく発芽しますので、置いといて種子に吸水させて、ね、種にね、吸水させて、コートが割れてから覆土するという形になります。うちの方はですね、ちょっとやっぱり全部が全部ね、コートの方は割れませんでした。まあ、半分くらいかな、割れてたの。まあ、それくらいでですね、やりましたけれども、まあ、できればね、全部ね、割れてた方がいいかなと思います。まあ、私の場合はですね、これ以上もうちょっと遅くなりますと、夕方になりますと寒くなりますんで、もうね、覆土の方をして、おりますという形になります。セルテレはですね、お見せした通り、隙間なく温床に設置して不織布ベタ掛けですね、やっていきます。まあ、セルトレなんですけども、こちらはですね、熱の伝わり方は均一でありません。なので、そこだけね、ちょっと注意しなきゃいけないので、まあ、温度管理の方は必ずこのセルトレ、サーモスタットですね、のあの線入ってるんですけども、トレー内に設置して温度計としっかりと比較しながら、温度管理の方をしていくというのが大事でございます。温度にやっぱ敏感でございます、トマトは。うん。寒すぎるともう全くダメでございますんで、全然ね、全然本当にね、発芽しませんので、まあ、温度の管理ですね、しっかりとやっていかなきゃいけないかなと思っております。この後はですね、はしごの管理ということになりますんで、まだね、この後やっていくんですけれども、まあ、基本的には最高温度が26から28度で管理していくという形になります。芽が出るまでね。うん。芽が出るまではそんな形で管理していきます。で、33度以上になると発芽障害起こしますので、暑くなりすぎる場合は、日陰作ってあげると、シルバーポリトーですね、私がかけたあれを入れてあげるというような形でやってくださいということになりますね。発芽するまでに覆土が乾く可能性もあります。まあ、乾かないとは思うんですけども、まあ、3、4日で発芽すれば大丈夫です。まあ、揃わなければね、適時乾いたらやるというような形ですね。常に水やりますと、まあ、酸素供給不足になりたいなったりとかして、発芽さらにね、悪くなりますので、そこだけね、ちょっと注意しなきゃいけないかなということですね。まあ、一回吸収して乾燥するとですね、コート割れづらくなりますんで、まあ、できればこれでね、しっかりと芽を出していきたい、という形ですね。まあ、北海道ね、どうしてもやっぱり寒いんでね、うまくいかないかな、とはいう時もあるんですけれども、しっかりと地温の方を確保してね、やっていきたいなと思っております。ということでね、今日やってきました、こちら、ハシュですね。まあ、芽が出揃うまでは管理がね、すごく大変でございます。まあ、でもこの間のね、時期にしっかりやっておかないと、大きくなってからね、ちゃんとした苗ができてきませんので、そこだけね、気をつけなきゃいけません。この時期にね、本当に大事でございますんで、まあ、これが私の1年間決めると言っても過言ではありませんね。で、この後は、しっかりとね、管理するんですけども、管理の仕方であったりだとか、まあ、苗、できていく過程もしっかりお見せしますし、まあ、お店でね、苗買われる方多いかなと思いますんで、良い苗の見分け方、このあたりもですね、しっかりとお伝えしていきたいなと思っております。それではね、今回の動画は以上になります。いつも本当にご視聴ありがとうございます。今月は動画強化月間としましてね、トマト、それから長ネギの方ですね、しっかりとお見せしていきますんで、お付き合いどうぞよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ、またね。ご視聴ありがとうございました。